おはようございまっちょ、フォルテです。シャキーン。本日は皆様に紹介したい曲がございます。絶対に泣ける、絶対に大号泣しちゃう、そして皆さんでも弾きやすい、僕でも弾きやすい、初心者の方でも弾きやすい、誰でも弾きやすい曲を紹介したなと思いまっちょ。で、その曲が皆さんにこの動画を出してかなり好評なようでしたら、演奏だけの動画も出したいなと思います。その際にはね、今月ね、3月はね、ウイルス様が活発に活動されてることによって、フォルテの演奏会は延期となってしまったので、そのために用意してたオーダースーツを着て撮りたいなと思います。ただ単にその服が着たいだけです。皆様、高評価、そして演奏だけの動画見たいとたくさんのコメントいただけたらなと思いまっちょ。本日紹介したい楽譜はピアノの叙情詩です。キャサリン・ロリンっていうね、アメリカ合衆国ミシガン州出身の方が書いてくれた曲です。で、この方はまだまだ多分健在です。そしてまあ結構ね、有名な方なんですけども、何曲か。まあ簡単な曲というか弾きやすい曲だけど、すごく心に訴えかける、ギューってされる曲。ギューってされる、曲が詰まった楽譜でございまっちょ。まあ全然ね、これ宣伝のための動画とかではなくて、ただ単に、見つけて、なんかのきっかけで見つけたんですよ。YouTube で、なんかダラダラ YouTube を見てた時に、なんかこのポチッとおったらなんかね、結構感動したんですよ。で、その時なんかちょうどね、悲しいこととかあって、まあ、悲しいことがあったんですよ。実はね、言っていいかな？言っちゃおっか。プロテインの縁にカビが生えてました。結構ショックでした。まあその理由はね、ちょっと粉がね、周りにね、残ってたら、カビちゃうんですよ。で、僕プロテインシェイカーを何個も持ってるんですけど、その中でね、放置してたシェイカーがね、さよならになりました。その時に見つけた曲です。で、弾いていきたいなと思います。で、その曲の名前は、悲しい歌って書いてね、火歌っていうんかな、悲しい歌って読むかな、わからない。まあこれ後でおのおの調べてください。で、まあこの曲はアーモールって言ってね。で、波長調の平行調っていう。まあちょっとね、やめとこっかこれ以上は。というわけでね、まあちょっとね、単調なんですよ、単調。うん。そう、単調ってことで、ちょっと悲しめの雰囲気です。まあ弾いてみます。で、まあ僕はこの曲を聴いたときに、って心をね、うんってやられた感じで聞こえました。で、まあ弾いてみて、それをすぐ探して楽譜を、お家にあったんですよ。で、弾いてみて、なおさら、これは皆さんに共有したいなということで、この動画を撮ることにしました。
だけどね、結構ね、結構暗めですよね。まあ結構悲しい感じの曲かなと思うんですけども、まあこの曲僕ね結構気に入っちゃって、まあ4月からどうなるか分からないですけど、演奏会がね開けたらなんかアンコールとかでこれ弾きたいなとか思ってたんですけど、まあ弾くかもしれませんね。まあどうかは分からないですけどね。まあそれは置いといて、なんかこの曲をまあ僕は聴いた時にビビンってきましたね。あーなんかものすごく簡単なメロディーで、ものすごく簡単な左手なんですけど、その一個一個の音の重みがすごいなと。その勢いとかで弾く曲ではないから、こういうのとかとは全く違うし、こういうのとも全然違うし、もうなんか本当に一番地の底に暗い感じがして、まあさすが悲しい 歌という書くぐらいの、まあ僕はね感じましたよ。というわけでね、皆さんもまあこの曲、この楽譜よかったらね、いいかもしれませんね。まあ僕はこの曲と他の曲とか見てみたんですけども、まあ意外と全部ね、大体初見で弾けるぐらいの曲なので、まあ楽しくやっても見てもらえるんじゃないかなと思います。でね、やっぱこの曲をね、何がいいかって言いますよ。楽譜がまずね、ピカチュウみたい。黄色と黒でまずピカチュウみたいだなと思って、まあ僕はね、ポケモン好きだったのでいいなと思います。ただそれだけです。全然これ、なんか、出版社からやってくれとか言われたわけでもないですよ。弾きやすい曲が多いかなと思うんですけども、例えば、ときめきとかいいんじゃないですか。ときめきを、まあ、ときめきをということで、ときめきとかっていうのがあるんですよ。これちょっと初見で弾いてみましょうか。サマーのノクターンって何なのか言ってしまった、ごめんね。まあいろんなね曲があります。今もちょっと初見で弾いてみたんですけどもね、まあ初見で頑張ったらできるかなっていうぐらいのね曲たちがたくさん詰まってるので、まあこんな感じの曲がたくさん詰まってるので、よかったら皆さんもやってみてくださいというわけでね、まあ好評のようでしたら、この悲しい歌を演奏だけでかっこよく決めて、まあなんかこの黒巻をうまく使って収録したいなと思います。まあ収録するんだけどね多分。というわけでね、皆さんもたくさんねコメントお待ちしております。というわけでグッバイ。見てくれてありがとね。よければグッドボタン押せて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボー、マッチョ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 。